空旅信州77、松本市にやってきました。乗鞍高原番所大滝です。轟音を立てて激しく落ちる滝は高さおよそ40メートル。三本滝、善五郎の滝と並んで乗鞍三名滝と呼ばれています。トレッキングの人たちでにぎわう美しが原高原大ヶ花。松本市街と北アルプスを一望することができるビュースポットで、天気のいい日には富士山も見ることができます。周辺は県内の広範囲を見渡せることから放送・通信の要衝にもなっています。牛伏川に作られた石積みの水路、階段状の形はフランスの砂防技術を参考にしたことからフランス式階段工とも呼ばれています。森林伐採などによって荒廃した流域を治めるため、明治18年から始まった砂防工事は30年もの年月を要しました。国宝松本城、天守は5つの棟により構成され、現存する5層6階の天守としては日本最古のものです。明治維新により主がいなくなった城は一時期管理が行き届かなくなりましたが、人々の募金により修理が行われました。現在も多くの市民によって守られている町のシンボルです。